はい、じゃあみんな大好きスティーブ・ジョブズの名言いきたいと思います。あなたの時間は限られているだから他人の人生を生きたりして無駄に過ごしてはいけないドグマ教義常識既存の理論にとらわれるなそれは他人の考えた結果で生きていることなのだから他人の意見が 雑音のようにあなたの内面の声を書き消したりすることのないようにしなさい。そして最も重要なのは自分の心と直感を信じる勇気を持ちなさい。それはどういうわけかあなたが本当になりたいものをすでによく知っているのだからそれ以外のことは全部二の次の意味しかない、まあ。つまり人間の潜在意識をもっと信じて。 あげなさいっていうことを言いたかったと思いますけどね墓場で一番の金持ちになることは私には重要ではない夜眠る時我々は素晴らしいことをしたと言えることそれが重要だ過去ばかり振り向いていたのではダメだめだ自分がこれまで何をしてこれまでに誰だったのかを受け止めた上で それれを捨てればいい仏教には初心という言葉があるそうです初心を持っているのは素晴らしいことだ stay hungry stay foolish hungry であれ愚か者であれ、まあ、これは有名ですよね当時は分からなかったがアップル社に解雇されたことは私の人生で起こった最良の出来事だったと 後に分かった成功者であることの重さが再び創始者になることの身軽さに置き換わったのだ何事につけても不確かさは増したが私は解放され人生の中で最も創造的な時期を迎えた年を取れば取るほど動期こそ大切だという確信が深まるこの地上で過ごせる時間には限りがあります 本当に大事なことを本当に一生懸命できる機会は2つか3つくらいしかないのです。一つのことを一生やり続けられると確信する日が来る。キャリアではない、私の人生なんだ。人は生まれ、ほんの一瞬生き、そして死ぬんだ、ずっとそうだ。旅の過程にこそ価値がある。 まあとかく結果を求める時代なんですけど、まあ、人生を旅に例えると、まあ、途中いろんなことを体験して考えたり学習したりことこそ価値があるっていうことですねだから旅っていうのはただまあぼーっと癒されたいから行きたいとか何かお買い物をしたいから行きたいとかね景色を見て癒されたいからと思って何となく行きますよね。だから結果を求めずにその 過程を楽しんでその過程の中にこそ価値があるっていうことを言ってますよねだから旅に例えてますよね残りの人生も砂糖水を売ることに費やしたいかそれとも世界を変えるチャンスが欲しいかこれも結構有名ですよね一年で2億5000万ドルも失ったのは知っている限りでは私だけだ 人格形成に大きな影響を与える出来事だった毎日を人生最後の日だと思って生きればいつか必ずその日は来るだろう、まあ、よく言われることですよね。今日が最後の日ともし仮定すれば何をやりたいかとか、まあ、後悔しないように人間は生きようとするんですけどまあものの例えですよね。まあ、今日日か明日もう命が 終わってしまうんであれば、何をしたいですかとかね、何が食べたいとかね。知っていると思いますが、私たちは自分たちの食べる食べ物のほとんどを作ってはいません。私たちは他人の作った服を着て、他人の作った言葉を喋り、他人が想像した数学を使っています。何が言いたいかというと、私たちは常に何かを受け取っているということです。 そしてその人間の経験と知識の泉に何かをお返しができるようなものを作るのは素晴らしい気分ですまあギブアンドテイクっていうかねやっぱりこう恵みをもらってるんでインプットすればアウトプットした方が幸せですよねまあアウトプットしなきゃいけないって義務になるといけないんですけど何かを得るとそれをお返し恩返しをする地球とか自然から恩恵を得てるわけなんでそれを まあ返していいこうというとか、人々に返していくっていう気持ちはまあ自然な気持ちだと思うんですけどねまあ私も最近というかまあ長年生きてきてねそういう境地にはたどり着きましたね「終着点は重要じゃない旅の途中でどれだけ楽しいことをやり遂げているかが大事なんだ未来を見て点を結ぶことはできない過去を振り返って点を結ぶだけだ」 だからいつかどうにかして点は結ばれると信じなければならない。何を捨てるかで誇りが問われ、何を守るかで愛情が問われる。まあすごい人って捨てていくんですよね。得ることよりも余計なものをどれだけ排除できるかっていうことが大事なんじゃないかって言いたかったんじゃないかな。もし今日が人生最後の日だとしたら、 今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか、まあ、さっきの格言にも似てますけどね私は持っているテクノロジーをすべて引き換えにしてもソクラテスとの午後のひとときを選ぶね人となりはその人のヒーローが誰かで大体わかるその瞬間人生で最も素晴らしい体験を放棄しているかもしれない 前進し続けられたのは自分がやることを愛していたからだ。昔を振り返るのはここでやめにしよう。大切なのは明日何が起きるかだ。大抵の人なら諦めそうな辛い時期が何度も訪れる。何かを捨てないと前に進めない。まあ、これもよく言われますよね。まあ、断捨離してとか。 ドアを閉めたらまた新しいドアが開かれるとかねそういう格言ありますねお金は損するかもしれないけど自分の会社が持てる一生に一度のチャンスだ大事なのは自分の心に素直になることだ金のためにやってきたわけではない買いたいものなんてすぐに飽きてしまう人生で何をしたいか 大学がどう役に立つのか見当もつかなかった僕は30歳まだまだ成し遂げたいことがある人生には時としてレンガで頭をぶん殴られるようなひどいことも起こるものなのですだけど信念を放りなきゃいけないちょっとまあビジネスに関することが多いんですけどね、まあ、経営者でしたからね 消費者に何が欲しいかを聞いてそれを与えるだけではいけない完成する頃には彼らは新しいものを欲しがるだろう美しい女性を口説こうと思った時ライバルの男がバラの花を10本送ったら君は15本送るかいそう思った時点で君の負けだライバルが何をしようと関係ないその女性が本当に何を望んでいるかを見極めることが重要なんだ イノベーションはは研究開発費の額とは関係ないアップル社が Mac を開発した時アメリカ IBM 社は少なくとも私たちの100倍の金額を研究開発に投じていた大事なのは金ではない抱えている人材をいかに導いていくかどれだけ目標を理解しているかが重要なんだ 方向を間違えたりやりすぎたりしないようにするにはまず本当は重要でも何でもない線のことにノーという必要があるフォーカスグループによって製品をデザインするのはとても難しい多くの場合人は形にして見せてもらうまで自分は何が欲しいのかわからないものだどんなマーケティングでも打作をヒットさせることはできない ベルは電話を発明する前に市場調査などしたのかイノベーションの出どころは夜の10時半に新しいアイデアが浮かんだからと電話をし合ったりする社員たちだ偉大な製品は情熱的な人々からしか生まれないイノベーションは誰がリーダーで誰がフォロワーかをはっきりさせる iMac は1299ドルだが来年の新しいコンピューターだ去年のコンピューターを999ドルで売るのとはわけが違う我々は自らのビジョンにかけているんだそうする方が横並びの製品を作るよりいいと思っているそういうものは他社に任せるよ我々にとっていつも大事なのは次の夢なんだ まあスティーブ・ジョブズが亡くなって12年ぐらい経つんですけどねまあアップル社も悪くはないんですけどやっぱり彼がいなくなって斬新な商品がもう生まれなくなりましたよね結構まあ昔のまんまっていうか MacBook とか iPhone ってほとんど変わってないですよねカメラの性能が良くなっただけでまああれも完成品なんだと思うんですけど やっぱり人間が変わると経営者が変わるとこうも違うのかなと思いますけどねまあ Windows よりは Apple の方が好きで私は使ってますけどねビル・ゲイツよりやっぱりスティーブ・ジョブズの方が魅力的だしアイデアも多彩だしビル・ゲイツはなんかあのものまねをしてきたっていうイメージがあるんですよね人の他の他社のまあスティーブ・ジョブズも盗んでるとは言ってますけどねビル・ゲイツも露骨に 盗んでるしスティーブ・ジョブズの、まあ、デスクトップのね画面上のものとかマウスとかを盗んでますもんねあれで仲が悪かったらしいですよね僕はスティーブ・ジョブズの方がまだ人間らしいから好きなんですけどね卓上計算機しか使ったことがない人にマッキントッシュがどういうものか尋ねても答えられなかったでしょうそれについて消費者調査をするのは無理です とにかく「作ってみてみみんなに見せせどう思う思と聞くしかありません優れた芸術家は真似をし偉大な芸術家は盗む」とピカソは言っただからすごいと思ってきたさまざまなアイデアをいつも盗んできたアップルがやらないとどこもやらないだから僕はここにいるんだ次にどんな夢をかけるかそれがいつも重要だ。 絶対に真似のできない、真似をしようとすら思わないレベルの確信を続ける。まあ、世の中に出回ってる商品とかね、まあ、家電製品とかね、パソコン系は大体真似ですもんね。他のメーカーの真似とか、まあ、あんまり言うとあれだけどね、著作権とかでまあ支払って、特許料とかをね、支払ったりとかはしてるんでしょうけどね。研究費の高など 改革とは関係ない自分たちの製品を知らずにどうやってお客に進めるというんだいインターネットやパソコンは知識や情報を伝えることに偏っている私はパソコンを人間性あふれる存在にし人々が自分の感情をより豊かに表現する手伝いをしたい。 やっぱアップル社ってやっぱり Wi-Fi の環境の中だとパソコンとか携帯端末 iPhone が全部つながりますからね、まあ、ファミリーでグループとしてつながるのでなんかこう人間性というか家族っていう感じはしますけどねそれが他のメーカーにはないですよねまあ特許を取っちゃったからっていうのもあるのかもしれないけど私たちのゴールは いついつまでにではない最良の製品を生み出すのがゴールなのだ想像とは結びつけることある期間完全に失敗だと言われ続けることになるインターネットは驚異的だが感動を呼び起こすことはない感動的なことをコンピューターで実現したいのだまあ確かにねなんかまあ慣れてきたというのもあるんですけどね 革命的ななここととを起すす人が今はいないと思うんですけどね。まあイーロン・マスクとかあの人は、まあ、ロケットを飛ばしたりとかねテスラ社であの人はだけど技術者じゃなくてお金を援助して、まあ、投資家に近い人なんじゃないかなと思うんですけどねアップルとは既成概念の外で思考できる人々のことだ。 そうですね。規制がいのを破る人ってあんまりいないんですよね「連中は奥面もなく真似をした私たちは奥面もなく盗んできた川を渡って別のところへ行く必要はない向こう岸からこちらへ来てくれる模倣する方が楽かもしれないでもそんなことをしても世界は良くならない」 革新的なことと、ををしているとたまに過ちを犯す。一番良いのはすぐその過ちを認めて次の確信を急ぐことだ長いなあと仕事あとビジネスの格言で一つ好きなのがあって大事なのは技術ではなくそれを使って で何を生み出すことができるかだっていうのが好きですね。なんかメーカーとか製造業の人はねこれを考えるのがいいんじゃないですかねまあすらしいものを生産して設計して作り出すことも非常に素晴らしいことなんですけど一番大事なのはそのお客さんユーザーがその商品を使って何を生み出すことができるかって言ってますよね。 そのユーザーがその商品を使ってどれだけ幸せな人生とか人生にこう潤いを与えるとかねそれを使うことによってどういう人生になるのかとかあるいはそれを使って何をまたさらにその人が生み出すことができるかっていうねすごいこう連鎖反応を考えながらものを作っているっていうのがすごいなと思いますけどね。 これはかなり広い意味というか奥が深いと思いますけどねやっぱスティーブ・ジョブズはやっぱりすごいねただもんじゃないなとは思いますけどねこういう言葉を一つ一つ見てもはい一旦長くなったんでこの辺で終わりたいと思いますあと仕事ビジネス編で名言と格言があるんですけどねまあこの辺りにして 終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。